まだジュニアの息を出してないかなっていうところはありますよね、うんはい、ですけどこれから大物の選手になるっていうものをこうみんなに見せつけたというところではすごい成功だと思います、そうですね、じゃあ変わっては大田幸乃です。16歳、ショートプログラムでは第3位でした。このドゥーランドットのプログラムは非常に素敵なプログラムですよね。そうですね、あの曲もあの皆様にこう分かってるみんなが分かってる曲、ええ、流れがいいですよね、はい、関節っていうかもう肩の関節からもう全部動きが出てますのでね、はい、非常にその体よりももっと大きく実際には見える形のスケートをしますよね、また今度練習しますから。でもあの1年間で彼女は非常にその成長しましたね、芸術的な面とか表現力 で、まあ、トゥーランドとはあのチェンザオ組、はい、中国のペアがやはり滑るじゃないですか、はい、またそれとは違うな少女の可憐さも含めて そうですね、その非常にいいですよね、喜んでそう思いつもね、でも気持ちはよくわかりますね。私も選手が成功した時にねすごいはしゃぐらしいんですよ。ちょっと記者の人たちがそんなにいいんですか喜んでとかいいんですか、それでいや今日だけ喜ばせてください、明日はどうなるか分かりませんから、でもみんな気持ちは一つなんですよね。そうですね、先生の声が聞こえるじゃないですか、はい、完璧じゃないですか。完璧です。ですよね。そのなんていうんですか、感動がね、この私たちにも伝わってくるじゃないですか。はい、ですからジャッジの人たちにももちろん観客にもこの感動を与えたっていうことはやはり若干本当に16歳。はい、16歳になったばかりです、ね。ばかりでしょ、その少女がね、これだけの感動をみんなに与えるっていうのは本当に素晴らしいと思う。そうですね、そう、これが伊藤みどりがこれがあったらもう世界チャンピオンずっと立てないそこがねまた難しいところですけれどもね。でも彼女はの高校も同志社ですしね、でお父様、おじいちゃまかなんか表示でいらっしゃるのかな、やっぱり頭がとってもいいんですよね。あ、そうですか、でもこの後先生は
すぐに電話が降りてきて、もう半分もう雪玉偉かったですって言ってましたよ。本当にね感動しました。もしもさん嬉しいって言うから、いや私もすごい嬉しいって、こうやってこの後、そうなんですか。もう得点が出ました。技術点です。 5.0 から 5.5 までの評価を得ました。これがテクニカルメリット、ファーストマークでした。そしてプレゼンテーションです。上がるんですよね。 5.3 から5.7 まで、本当にプレゼンテーションが日本の選手であって上がるっていうのは非常に嬉しいですよね。そうですよね。やはり技術を引っ下げていかなければならない日本が、逆にプレゼンテーションで上がる選手がジュニアでも出てきた。